キモライン選手権。じゃあ設定、設定は、あ、じゃあ同級生に久しぶりに連絡するみたいな。はー、元どこがいいかな、高校とかの同級生に。高校の同級生、なるほど。卒業以来高校生の同級生に連絡する。何年前やね、なるほどね。昔急に連絡するんだ。注目の第一声ですよね。いやーね、これが決まりますからね。第一声そんな大事なの？大事じゃないですか。ああ、なるほど。下手したら、誰とかにならない？ 15 年ぶりの。いきなりですもんね。でも名前は出るから。ああ、そうかそうか。あ、てか覚えてるって。タケッチから来たっていうのは分かるやろ。めちゃくちゃ怖いっすね。あれめちゃくちゃ連勝してない。もうちょっと待てよ。リアルタイム。既読はついてるから、だって。既読はついてるからね。だからといって待てよな、やっぱり既読ついてると。そうあれ覚えてるあれって。どういう絵文字お化け。絵文字って間違ってるやろ、これ。何年ぶりに対して久しぶりって嫌やなぁ。これめっちゃ嫌やなぁ。答えろよちゃんと。こっち待ちなの、違う、この久しぶりのパスの後は。自分のブリックだな。ああ、なるほどなるほど。連投が激しいな、これ。うざっ。まあまあまあ、いなすみたいな。まあ、取り留められない話ですよね、今のところはね。まあまあ、今のところはまあまあ、元気してるよ。まあでもこっから多分さ、ぼちぼちって。そんな変なおかしいなことじゃない。そんな。そんな笑うことない。ムカつくこいつ、なんなんだよ。一個だけ。こいつ嫌やわ。変な言葉ではないけどな。お、ああ、なるほど、なるほど。まあ、地元帰ってきてるってことは、こっちも地元にいる設定にしてあげないとな。うん、そうだね、こっちも。うん、そうだね、そうだね。おー、なるほど。表情が真剣に。あれめちゃくちゃ穏やかな顔じゃない。うーんってない。もう仕事、うん、仕事なんだ。え、仕事でこっちに帰ってきたみたいなことか。はいはいはい。なんでクエスチョンマークみたいな聞いてるんですか。いや、もう確かにな。うん。なんだこれ仕事って。帰省。え、これ帰省って来たから仕事っていう。うわ。え、どういうこと？ハテナで返ってきた、ハテナで返さなあかんルールなんだろう。語尾を合わせたみたいな感じなんで、うん、仕事もしくは仕事がなんかよくわかんない、仕事っぽい仕事じゃないみたいな謎のこと、うん、自分でも仕事かどうかわかんないっていう。どういうこと？かなこが頑張ってる写真があって懐かしい気持ち悪い。きついなキモいですね。かなりのキモさ、かなりキモいですね。ストーンが一歩手前で、ああそうそう、これはキモいですよ。これなんて返せばいいんだ。仕事で帰ってきたんだ。いや確かに返すのむずいよな。そう、そうそうね。え、これは、ああ。峠。卒アレの話は何だ。もう別にいられんや。卒アレの。もう地元の話終わるやん。もうちょっと友達から聞いたとこにしてみようかな。一方的にボール投げつけてきてます。そうそうそう、なかなかポン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 よ。なんかこいつ、でもこっちが今打ってるやん。早いね、ちょっと早いな。マスキレも重いな。早いな、ちょっと待って。早い、連動が早いわ。東京いたこと知ってるの編集はまたんでいいわけ。今なんか宿題が岩切君にいっぱい積み重なってきたな。タスクがすごいんだよね。私ずっと地元で働いてるよと思って。2個仕事を投げんでほしい。この学ぶも学んだからって何なの。そうね、なんか、え、これ何、じゃあ辞めたってこれ仕事、何、そうだ、辞めたんか。ああ。これなんか火事を見せた報告なのかなと思ったら、外を見たら火事だよっていう大事になってるよっていう報告なのかなって一瞬。とんでもないんでしょ、それは。もうマジか、笑えないじゃん。ムカつく。なんでこいつちょっと高校の辺からこう見てくるわけ。やっぱもう田舎を出て東京でバリバリやってたからちょっと上やねん。そうだね。ええ女やな、かなこ付き合ってあげて。
これもう無視ですよね普通普通ならもう卒業アルバムの下りで無視だよああなるほどなるほど来た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 おあなるほどなるほど確認はしないところが逆に下心がないように見えるのかなその彼氏とか旦那さんがいないっていうのを確認してないところがそうそうそうあー、確かになあちょっと時差つけてなよりガードを下げる差し飲みはちょっとこれ今打ってるじゃん早いよこれあ、これはみんなで提案してきたわけそうだねみんなっていうのに乗っちゃったから二人きりにはならなさそうだけどね恥ずかしいねむかつくこれちょっと嫌やなとりあえず調子合わせてる感じそうそうそうとりあえず調子でもねどうすんのこのままだと二人じゃ飲みに行けないけどなほんまやね二人でも文字 OK に乗っかってくれっていうその、うんうん、受けの姿勢なのよここからの切り返しは難しいですよね、二人きりにするためのね。あれあれ場所えあれこれみんなで行こうとしてるんですか、これ。あ、みんなで行こうとしてるぞ。みんなで行く感じになってるぞ。みんなで行く感じ、みんなで行く感じだ。あ、でも分かんない。みんなで行く後にちょっと抜け出さないみたいな感じ。これアシストしてなきゃいけないじゃない、岩切君。ちょっとなんか。これ、そうですね。結構アシスト必要な。これ二人アシストいるんじゃない東京もあって、東京にはあってクソどうでもいい情報クソどうそんなことじゃないねんな二人きりに行けそうなこの LINE を作ってあげないと鳥貴族お気にとか言ってんのかうわこいつだけ高校生で止まってんのよなんか卒業証書もらってないですかちょっとパス送るかちょっとパスさあいいかもしれん誰誘うとかがいいんじゃないパスとかああこれの変身でね、なんとか高市さんの男を見せる時ですよね。当然名人長名人長子。だってみんなでって言っちゃったんだもんだってもう。このまま行くとね、二人きりっていう意味は叶わないわけだけども。適当に。こっちが悩むんだ。何言ってるんですかね。こいつ長く楽しもうとしてる。俺は楽しみ。なるほどなるほど。ああ来た。ようやく2回目の対応。そうそうだね。ああこれちょっと気性いな。相手に選択を。そうだね。基本的に相手に任せる形で。いややな。で笑いってつけて逃げてる感じ嫌いやな。ねこれなかなかキモいな。なるほどなるほどめっちゃ手応えありそうな顔しますけど武田さんあれ今うっうっうっ心配したまだそんな時間差ってないだろ鬱陶しいなぁいちいち鬱陶しいなぁこれポイント高いですか柴田さんこれ高いですね非常にやっぱりおーいしつけましたよめっちゃ嫌いめっちゃ嫌いうんぐらいしか取ってないのにめっちゃ嫌い大丈夫早スピード勝負もう待ってほしいな早いねんだ欲しいなこいつ嫌いやわいつ行く OK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  鳥貴族楽しみだでもそう言わんぞ取り消すのが楽しみではないわけだから明日はいやはいやはいやオーケーあ、明日かちょっとびっくりしてる感じ乗り気じゃないってちょっと戸惑い待てだって急なんだもんもうこっちの都合を全く近いんだよ全然さっさへんなこのもう時間も切れるやんもうだから18時終わってないやろ仕事まあこんなもんじゃない返そうとしてるな人狼みたいなやつに誘われて知り合った女変な女だな人狼のコミュニティがあってお互いなんかそれぞれ違う人に誘われてみたいなああなるほどなるほどネットもだネットも人狼やってるやつらってでも結構会話がねそうねいい会話をしそうですよね何聞
っかけで誘うんだろう。あ、どうもどうも。お、どうもどうも。あ、いいね。そうですね。あ、お疲れ様です。ですと、うん、まあ、距離はちょっと感じます。多少距離は感じますね。まあ、まあでもこんなもんか、最初は。まあまあ。あー、人狼一緒にやってっからか、はい、昨日やったのね。次の日、まあ、ここは普通に、うん、まあ、うん、まあまたやろう、ね、あー、いいと思う、うん、まあ、まあ、ここからですね、どう膨らませていくかです。正直さ、設定あんまり関係ないよな、もうこの人。そうですね。あの、誘うの難しいと思うけどな、この人狼サークル2人でってなってくると。うん、確かに、あ、2人でどうするんだろうね。やりたいね、またやりたい。はいはいはい、はいはいはい。関西弁ってキショイっすね。キショイでしょ、関西弁。やっぱ字で見るとキショイでしょ。あ、なるほど。いいいい。いや、趣味は合ってるね。趣味合ってるよ、バッチリ。趣味の合う子や。趣味ですね、好き。頭にしたもん。うまいね。うまいね。うまいね。うまい。な、さりげない、褒めね。うまいかな。こちらこそ笑う。笑う。うわぁ、まあまあまあ、でも。嫌な女。そこのヒットそうきたか、そうきたかってなってるわ、もう、ね。で、まあそうだ。まあでも人狼好きな女っぽいわ。うん、まあまあ軽い子だから、まあこんなもんやろ。このノリをどこまで。あ、なるほど。あ、いい、いい、いい。でもこれ、でもこれちょっといいんじゃないですか。俺、母性をくすぐるんじゃないですか、これ。他にどう、あ、いい、いい、いい、ゲームに話してる。あ、なるほど。これをきっかけに2人で行こうみたいなふうにはできるのか、そのゲームに対して。あ、まあ、一緒にまたちょっとこういう、こんなこういうゲームはそういう、リアル脱出ゲームとかだったら、さ、これ、ああ、なるほどなるほど。じゃあこれ、これでまあしおりちゃんがどういうゲームを好きかっていうことをちょっと、しおりちゃんなら、しおりちゃんめっちゃ変なゲーム言ってみたら、ああ、ね、困らせる。ああ、聞いたこともないような。そうね。あ、だ、ダイヤモンドだ。いや、ダイヤモンド、バックギャモンだね、バックギャモン。バックギャモン、クソゲーじゃないですか、もうそれ。バックギャモン、あの、特殊なルールでやるボードゲームや。バックギャモンだ。笑ってはる。知らない、知らない、バックギャモン知らないぞ。バックギャモンで誘うのは難しいだろうな。これは。しおりちゃん、しおりちゃん、渋すぎやろ。二人プレイですよね、バックギャモン。バックギャモンって。じゃない。まあまあ、そう、まあそうなるわ。まあそうなる、まあそうなる、そうなる。スタンプ乗ってないよ。まあでも、そうなるわ。バックギャモン出されたら。これでも、しおりちゃんに失礼じゃない。面白い。ああ、なるほど、なるほど。教えてよ。はいはい、知らないことを利用した。いい、はいはい、なるほどなるほどね。逆にどんなゲーム、まあ、でも愛に乗らなかったところはやっぱさすがですよね。バックギャモンに合わせることできたわけじゃないか。あ、俺も好きだよって言って、わからないなら分からないっていう、そう、分からないっていうふうにして、ちゃんと今度教えてやっていうふうにして誘うのにつなげてるところはやっぱり、うん、キモいっていうか、うまいな、こいつ。こいつうまいな。こいつキモいっていうか、うまいよ。キモさではそんなないよな、今のところ。完全にちょっとい、今のところない。お、なるほどなるほど。あ、昨日一緒にやった人たちって。なるほどなるほど。これは2人きりっていう風にするにはちょっと不利な状況ですけどね。本当にこれ2人きりどうやって持ってくんだろうな、ここからね。あ、うわ、この返しいいっすね。この2人には簡単にさせないみたいな。いいんだけどね、シールド貼らなくても。まあそうだ。1個シールド貼られたからね、これでね。これキモさ引き出せるんじゃないですか。お、いいねー。あー、まあまあ、いいね。まあ、まあそうだよな。そうね、かなり下心出てますね、これ。ね、ネットとかでもできるやつな。何するの。しおりちゃんが癖強めなんだよな。しおりちゃん腹立ちますよね、これ。しおりちゃんが癖強めで、ちょっとでもネットでできるとね、会う理由はなくなっちゃいますから。うん、あ、ほんまに確かにそうっすもんね。じゃあやろうよって言ってみよう、ネットの方に。やろうよ、あ、あ、なるほど、なるほど。会えない、会えないですね、これ。うん、これだと会えないですね。まあ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 、まあでも、話は盛り上がってるね。あ、話はね、そうね。やった、話は盛り上がってる。あー、盛り上がってる、なるほど、なるほど。しおりちゃんと二人で遊べるぞっていうので喜んでるっていう。この散歩そこそこにいいな。この散歩汎用性あるよ。いいっすね。この散歩そこそこにいいな、適度になんか、あの、気も可愛すぎず。そうそう。これどういう感情の顔なんですか、それ。あ、来た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 。あー、いや、あー、なるほどなるほど。あー、いい、あー、なるほど。オフラインでやりたいぞと。オンラインじゃなくて、まあ、実際 LINE、 実際 LINE でやってるようにしてるんだから、実際調べて見てみたっていうのは全然あり、あ、ありなるほどなるほど。あー、じゃあこれ持ってるようで。あ、もちろんもちろん持ってるよ。なるほど。好きだからバックギャモン。
しおちゃん渋すぎやろめっちゃ好きやん、バックギャモン持ってるって。あ、ポケモン、いや、すごい、あ、いいね、ポケモンスターってやっぱいいですねこれでやろうや、おー、いいね、あー、来た来た、じゃ今度持ってきますまずは、そう、家でも2人でやらないけあれですよ、2人きりにならない状況、家には行け、家に行けなくなっちゃう、それどうするんだろうね、確かにね、あれ、あれ、諦めるんや、ドラえもん出しちゃった、でも分からん、もしかしたら認識が人狼の彼の持ってるやつ、あ、なるほど、なるほど、食って、おー、あ、もう、そうか、あー、もう、一に来ることに進めようとしてる、有無を言わさずに、いいね、これもキリにしとくわ、いや、そうでも、うち来るってこと、キリにしとくわ、強引さ、キモい、かなりね、やばいっすね、もう、掴んだら花さん、一緒かで、それ時間違いに笑う、しおりちゃんだいぶきついなこんなラインスタッフ、何こいつこんな持ってんの、いらなくない奥さんとかされるラインやるだけなのに、怖くない、持っていきます、言うたから、うしちゃん、おーこれ変なことしないって聞いちゃっていいよな、これぐらい変なことしないってこんな女いるいや、やっぱ防御しろって言ってるようなもんですもんね変なことしない、まあ名人、まあ名人もこうなるよな名人も笑みがこぼれますもんね、難しい、これ難しいよ、この回答は難しいよ、これは、これは非常に難しい場面ですよ、ちょ、どんな返し方するんですか、しないしないよ、まあ、しないしあ、これやるわあ、これやるわするやつの言い方やん、これもう、うおぉ、これこれ、急におじさん、僕ら急に キモさが急に知り上がりになってきたね、これ、急におじさんになったな、いよいよ、もうかなりキモさが出てきたよ、これはもう、ゴールインで一緒、ウケるウケる、まあ楽しみに、ウケちゃった、入るじゃん、ちょっと迷いましたね、ちょっと迷いましたね、迷い、どうしようかなっていう顔にしました、おっ、おー、なるほど、再来月と再来月と次の人やすぎるとかの方がいいからおっ、おっ、おっ、しおりやばいしおりちゃんの笑うかつくわそう、おっ、はや明日対応できるんですか、明日にあっ明日休みだから今から来るってか、うおー、こいつやるな、そう、これはすごいな、いやー、なかなか緊張しますよ、これは。さあ、設定どうしますか。設定は、うん、猫もらった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 、関ヶ原から猫を譲っ、子猫が生まれて関ヶ原の家で、子猫が生まれて、関ヶ原っていうか女の子ね、女の子の家で猫が生まれて、その猫を一匹もらった、あー、人、友達のつてでみたいな、そう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 、なるほどなるほど、いいね、それは、いや、猫はいい武器やな、ね、でも魔力できる、超絶いいっすね、だ、絶対合うじゃん、ね、猫見に来なよ、うん、何とか何やとかふざけたさ、奇跡のこと遅れるわけやもんね、そう、猫はやっぱ完璧だなと思う、あ、まだ聞いてたんか、お前そうね、はい、ミュートにせえ、ちょっと早くミュートしてください、あ、こいつ、マジでやってきたな、やん、もうそんな真剣な顔して打つチャットでもないなんですか、それちょっと、お前冷たいな、ちょっと、まあ、あ、でも笑いがついてるから、まあまあまあ、まあ、まあ、ああ、ノリがいい、あ、ノリがいいな、いや、優しい、これはもういけたな、もうこれはダイダと一緒や、どうもどうも、え、急に仕切り直してんねん猫タイム終わった、やり直してる、まあまあ、でも僕なんか、せっかく乗ってんのにな、なんか、ミルクの飼い主の島中ですにゃ、びっくり、もしかしてずっとこれで行くつもりなのかずっとこれで行くつもりなのかな、猫ちゃんの名前がミルクなのですかね、そうでしょうね、うん、あー、でも俺この女嫌やな、カタカナで書いてんのにさ、ひらがなで勝手にミルクって書いてくるやん、そう全然よかった、よかった、元気よく、じゃあこのひなちゃんが可愛い名前でしょあー、うん、まあテンポはいいですよね、うん、
ポンポンポンって。まあ、ひなちゃん似て。うおー。ひなちゃん似て。なるほどなるほど。ちょっとね。いや、なんで難題を与えてんの急に。ゆうきちゃんはどこのことでしたよね。この前やったらすぐになんか誘われそうやったんで、ちょっとどこの子って設定してるの。うわ、きつい、怖いなー、これ。うわ、これは急に、ね、ゾワ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 。あー、なら OK ですね。ノリがいいな、この女。どこから来るんですか。まあまあ、こっからはそうよね。これでですね。切り返し、はい、切り返しやだわ。いや、それでですね。やね、なんか人にお金、人に金借りてる人になんか言う感じやもう。それでですね。債務者と債対者や。上金庫。上金庫じゃないけど、様子を見てもらおうと思って、ね。なんか。なんなの？なんかゲームみたいな、ね、ゲームのさメッセージウィンドウみたいな。村人はええやん、もう酒場のおじさんが困ってる時になんかクエストを受注するミニクエスト始まったで様子こいつが真の飼い主って感じで、いやー責任責任かんないなこいつは。責任持って飼うんちゃうか。真ってないよね。そう、真の飼い主気になるでしょ。毛に皺寄せてこの文章書いてるこいすごいな逆に。村口さんのお父さんでしょ。もっともな反応。あ、もっともな反応。いやいや、ひなちゃんもお母さん。うおこいつ、お父さんお母さんが持ってきた。なるほどね、こうやって結びつけてくんだ。こいつやべえな、マジで。はぁ、うわぁ、一人なんか、ジャンルが違うのよな。この顔持ちめっちゃ貴重いっすね。でしょ。でしょ。キモいとかじゃないやろ、もうここまで来ると、うん、怖い。気になるよね、というわけで。やりすぎやろ、こいつ、ほんま。デスゲームの GM みたいな口調だ。ということで。というわけで、ニャちゃんを我が家にご招待。絶対殺されるって、これ。なんかもう下心じゃないやん。じゃないっすよね、これ。わー、ひなちゃんもやばいぞこれもう。なんか持っていく、お、あー、いい、ね、いい質問だこれ。なんか持っていくもあります、なかなかいいね。何を要求してくるか。と、まあまあ、当然ね、当然猫ちゃんに関するものですよね、当たり前に考えれば。ちょっとお鍋もあるよ。お昼からお鍋にもらう、あばい。昼から夜、あ、ずっと食うってこと？どういうことこいつ、昼から夜までだよって。何、鍋を昼から夜まで、え、昼と夜両方鍋食うってことを言ってんの。まあそれか、昼から夜まで多分食べ続ける、食べ続ける、飲み通すみたいな。そう簡単には返さないや。うわー、やるには返してくれるのかじゃ。ああ、なるほどなるほど、違う違う、こいつなるほど。ヒナもやりたがってるやん。これどうかにゃー。あー、人間に戻った、人間になった。人間のところ見せてきたね。あ、じゃあ来週土曜日。あ、詰めてきた来週。あ、自分のルート通りっす。もし帰ってなかったらポストに鍵入ってるから。こいつ嫌やな。私もう少しチンコなとこ見たいっすよね。そうそう、もうちょっとチンコなとこ見たいんだって。こいつただ怖いんよな。そう、ただ怖いんだって。そう、ただ怖いんだってこっちも。なんかもうちょっとなんかその性欲の部分も見たいんだけどな。性欲じゃないのよな。そう、性欲じゃない、ちょっと怖いんだ。監禁されるやろこれ絶対。そうそう、食べられちゃうんじゃないかな。そう、そっちですよね。あいつ？いやだ。共通の友達のことを悪く言うの嫌やな。ねえ、この前来たから大丈夫だよ。どういうことなの。あ、そうか、そうかじゃないよな。一人で来たってことですよね、だ友達。だって友達が見に行きたいじゃなくて、友達に荷物持ってもらうためにもう様子知ってるよ呼んでんのに。そうそうそう、すっかり忘れてるやん。私から言っとくわ、私なの一人称。なんで一人称が私なの。ひなちゃん急にガード硬くなったな。じゃあ、あ、じゃあもうこれで、じゃあ、あ、そうね。な
んて回答で来るのか。うまい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 な。いや、これでじゃあ、うん、終わりますか。じゃあ投票みたいなんでいきますか。第1ステージのこちら。関原。ティガラ。関原の高い。タケッチ。しまいか。ということで、第1ステージ優勝は関ヶ原です。まだ、あ、悩んだ。関ヶ原か竹内のどっちかかなっていう感じ。俺最優秀女優賞は、うん、誰やったっけ、かなこやっけ、かほやっけ、なんかめっちゃいい女おらんかった。岩切くん、俺とかなこ、岩切くんのかなこがいいかった。竹内さんに付き合ってくれた。竹内はあのめちゃくちゃ気持ち悪い卒業までの連絡に答えてくれた。あれ読んだやったよな、結構あれ読んだやったあれけなげやったじゃんって思う。竹内下手したら好きになるで、あれありえる、ある、うん、なんでこんな優しいんだろうってゲロキモの文章に対しても。じゃあ第2ステージいきますか。はい、はい、うっす。